鬼瓦権三さん、今回ありがとうございます。はい、まあいろいろと悩みいただきましたけども、まあ結論ですね、あの以前商品も買って、去年ですかね、かあのイリュージョン買っていただいてますけれども、まああの結論言うと途中で止まってしまっていると。僕はもう進み続けてるんです。僕はもう動画アップロードし続けてるんですけど、まあなんだろうな、あれなんですよね、結局、まあ、今回のプレゼント見ていただければ、自分が足りてない部分は間違いなく分かるとは思います。今自分が足りてないところが、うん、で、なんだろうな、ここの書いてある通り、その自己啓発本を読み再度やる気を出す、止めてしまう、うん、これはですね、要はもうアウトプットしか人生は変えられないというか、うん、なんかやる気、なんか仕事ってなんかそのやる気がなくても、やる気があっても絶対仕事行くじゃないですか、会社に。まあその理論なんですよ。だからやる気があるとかないとか実は関係ないですね。だってそうじゃないですか。だから会社出社するときにすいません、上司みたいな、専務みたいな、やる気ないんでちょっと休んでいいですかってないじゃないですか。でもそれはできるんですよ、人って。こう不思議じゃないですか。だってやる気なくても仕事行けるんですよ。不思議ですよね。やる気がなくてもモチベーション上がらなくても仕事行けるんですよ。てか行ってるんですね、みんな。まあ東京に来るとよくその満員電車とか山手線に乗るともう死にそうな顔して満員電車乗ってるわけですよ。いやそれでも会社行ってるんですよ、しかも何十年も。だからできるんですよ、できてるんですね。でもことネットビジネス一人になるとできないんですよ。これなぜかっていう部分に関しては、今回のプレゼントの講義の中で言ってますので、まあそこをしっかりとね、勉強していただければいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、ここの悩みのところで、まあ会社を最終的に辞めたいというところだと思うんですけど、まあ、辞めちゃえばいいんじゃないかなと。やめちゃえばいいんじゃないかなって。もう人生あっという間に終わっちゃうんで、稼いだらやめる、稼いだらお金があったらやろうとか、時間ができたらやろうとか、まあそう言ってる。まあ今年もですね、あの自然災害あって、結構いろんなどこで、まあちょうどですね、僕今年北海道行ったんですけど、北海道夏行って車で北海道行ったんですよ、鹿児島から。で、北海道から降りてきて、でちょっと 1,2 週間経って北海道のあの地震、大地震起こったんですよね。だから僕も死んでたかもしれないですね。だからいつ何があるかわからないんで、うん、なんかそんな状況で僕たちって生きてるわけですよ。だからもちろんその会社を辞めたらですよ、辞めたら収入はなくなります。だけど時間はできますって話じゃないですか、うん、会社辞めたら時間はできるんですよ。じゃあその自分で稼ぐために勉強する時間できますよね。でも会社で働いてると時間ないじゃないですか。だから自分で稼ぎづらい環境下にいて、しかもストレスを抱えてずっと稼いだらだけど時間がない、モチベーション上がらないっていう負のスパイラルにいってるんですよ、うん、だからそれはそのなんだろうな、世間体もあると思うんですよ。例えばアルバイト、深夜のアルバイトしてたら、なんか世間的に何やってるのって言われた時に、いやバイトで深夜のコンビニ今働いてるんだとか、なんか世間体的にちょっと言いづらい部分もあったりとか、そういうのもあると思うんですよ。でもそれでも生きていけるじゃないですか。ぶっちゃけその60歳とか70歳の人もその深夜のコンビニのバイト働いてる人たまにいたりとかするんですけど、まあそれでも働く口は探せば、その落とせばあるんですよね。だからなんとかできるんですよ。生きていくってことは、飯食っていくってことはできるんで、あとは収入を上げていくんだったら、収入を上げるためのネットビジネスやるんだったら、そこの勉強の時間、そこの形にする時間を増やさない限り収入は上がらないじゃないですか。でも今の会社で働いてると、その必然と時間がないんで、この限りある時間の中で、しかもモチベーション上がんない。なぜモチベーション上がんないのかっていうと、会社行かないといけない、会社で嫌なことある、会社の人間の関係のトラブルっていうのを、精神的なリスクですよね。
時間的リスクと精神的リスクを抱えてやってるわけですよ。だこの状況下でやるのって非常に難しいんですよね。うん。そう。だ僕自身も、まあ、ちょっと偉そうに言ってますけど、あの前職ですね、会社員十何年勤めて社長までになったんですよね。で社長になって社長を辞めたんですけど、やっぱその辞めるとき相当悩みましたよね。だって普通の社員が辞めるという話じゃないじゃないですか。グループ会社の社長だったんで、うん、ね、その今までその会社にお世話になったっていうのもあるし、まあ、グループ会社組織の一部の社長なんで、まあ、責任もありますし、だけどまあもう自分はもうだいぶ働いたぞと、会社のために結構もう会社で働いた記憶が泊まり込みで働いてる記憶しかないんで、会社が家みたいな、相当働いたんで、もう自分の人生を歩んでもいいんじゃないかなと思って、でまあ辞めたんですけど、いろいろ悩んで相当悩みましたけど、でも辞めてよかったなと思います。しかも辞めた時って僕はあのまあその負債を抱えて辞めたんですよね。まあ今も借金返してるんですけど、そうだからマイナススタートだったんですね。まあこれあんま言ってなかったんですけど、うん、で辞める時言われたんですよ。そのまあこう僕がその会社の社長やってた時に売り上げ上がんなかった時が一時期あって、結構な時期で、その時にあの自分の貯金全部会社に個人で貸し付けて、借り入れ銀行と消費者金融ですね、アコムプロミス、なんかその有名なところあるじゃないですか、銀行とその消費者金融全部回って、借り入れ全部入れて会社に入れて、でその結構な金額がまだ残ってて、辞める時にすいません、まあ、一応グループ会社なんで、あの辞めるんでこの個人の貸し付け清算してもらってもいいですかみたいに言ったら、いやそれはお前の責任だみたいな、社長だろうみたいな、まあそうですねみたいなでそういうのも そういうのもね、じゃマイナススタートかって話じゃないですか。しかも今までは会社でやってたんで、一人でできるかなみたいな、会社の資産で、獲得した顧客リストを使って、まあ、売り上げ作ってたんで、じゃあ自分が一人でこうやっていくときに大丈夫かなみたいな不安しかなかったですね。うん、じゃあこの2年どうやってそれを乗り越えていったのかっていうと、とにかく形にしていった、商品を売るとか動画を撮るとか、まあそういうふうに形にしてそれを乗り越えてきたっていうのがあるので、さらに2年前に比べると自信がつきましたね。うん、本当にその借金を返す、なんか1万円2万円で、これね余談ですけど、1万円2万円足りなくて、借金がスロットパチンコ屋行って勝って、その勝ったお金を借金返済に回した月もありますから、もう完全なる開示じゃねえかみたいな、修羅場ですよね。どんな返し方やねんっていう話なんですけど、まあ金に色はないですからね。うん、そう、まあ金に色をつけて稼ぐっていうのは大事なんですけど、結局請求書とかに対してのお金に対して色ないじゃないですか。どこで作ろうが請求書に払うお金ですからそう、まあそんな裏話もありますけどね。でもまあいろいろこの2年僕はあの会社社長辞めていろんな経験できてよかったなと思いますね。もし辞めてなかったらこの経験はなかったし、うん、まあもちろんね、あのそれはあの鬼ヶ原権三さんが決めることなんで、あのまあ僕が言ったところであれですけれども、ただ なぜこの話をしたのかっていうと、まあ、辞めたいと、まあ、ここの悩みを見てると辞めたいで、モチベーションが上がらない原因要因が会社勤めしてるからかなと思ったんですね。要はモチベーションが上がらない理由、それが、まあ、そもそも会社に、まあ束縛されてるから、そこに対しての精神的なストレスが結構ウエイトを占めてるんじゃないかなと思ったので、今の話を、まあ、僕の体験談も踏まえてちょっとお話しさせていただいたんですけども、うん、であと人間関係もそうなんですよ。僕も会社勤めしてた時にやっぱその組織で動かないといけないわけじゃないですか。だからまあそれは僕が言わなくても多分ご存知だと思いますけど、やっぱ組織の方針と自分が思ってることってやっぱこうなんかギャップ出るじゃないですか
まあ、会社は売り上げしか見ないんで、組織っていうのは、会社の組織っていうのは売り上げしか見ないんで、うん、だ現場は見ないんですよ、数字しか見ないんですよ。まあそれが会社なんで、会社は数字を見ないと存続できないじゃないですか。だから会社っていうのは数字しか見ないんですよね、上は。でも現場で働いてるとのギャップっすよね。うん、いろいろありましたけどね。まあ、それ話すともう、もう1ヶ月ぐらい話し続けられるんですけど、やめときます、はい。なんで本気で稼ぎたいんだったら、やっぱ本気、自分の新しい道に行くための時間をやっぱ取らないと多分難しいんじゃないかなと思います。今ある環境下で何とかしよう何とかしようと思って何とかできてるんだったら、もう何とかしてるはずなんですよ。今の環境下でできてるんだったら、何とかしようと思ってたらもうできてるはずなんですよ。何があったらできるとかじゃなくて、まあそれは今回のプレゼントを見ていただいても分かると思います。うんですね。自分がだからやりたいことをやっちゃえばいいんじゃないかなっていう。なぜならば、まあ極論言ってしまうと、人生なんていつ終わるか分かんないんで、まあ本当に今年もね、自然災害本当に前後かしく ありましたし、そこだ今年それで亡くなった方もかなりいるだろうし、多分もう300人400人いるんじゃないですかね。うん、台風とかもありましたし、だその何があるか分かんないですからね。だから僕はいろいろ勉強してきて、なんか今日をやりたいことを、まあもちろんね、仕事っていうかこういう動画も撮ったりとかしてるんですけど、まあ自分がやりたいことをやるために仕事もやりきるみたいな、自分がこれをやりたいから仕事もやりきるみたいな、ネットビジネスもやりきるみたいな、だなぜならば、なぜこれをやりきるのか、こっちやりたいからっていう、うん、みたいな感じですね。でもほとんどの人はなんかこれやりたいんだけど、なんか我慢して嫌なことをやってるみたいな、まあ、会社勤めしてるとかね、うん、はい、まあいろいろとちょっとお話しさせていただきましたけども、今回のプレゼント見ていただくと、まあもっと詳しくさらに、理解していただけるんじゃないかなと思いますんで、まあ自分の人生、限られた人生をどう生きるのか、まあどう生きるのかというか、どう死ぬのか、僕はどう死ぬのかっていうのを結構マインドセットの中にあるんですけど、どう死んでいくのかっていう、そう、生き方って選択があるじゃないですか。生き方っていろんな生き方があって選択があるわけですよ。でも死ぬって選択がないんですよ。もう死ぬみたいな、みんな死ぬじゃないですか。じゃあ死ぬ前に何したいのっていう、死ぬ前に俺は何したいのかっていう、でそう考えると狭まってくるんですよ。本当にやりたいこととか、死ぬ前に俺何やりたいんだろうっていうふうに考えると、自分が本当にやりたいことっていうのは結構絞れるんですね。でもどう生きようってなると、いろんな生き方のモデルがあるんで、選択がめっちゃ増えるわけですよ。だから こういう生き方もいいな、あこれもやりたいなとかなっちゃって、もうぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。うん、でも一般的にはこういうライフスタイル、こういう生き方があるよみたいな、こうモデルがいっぱいあるじゃないですか。でどれがいいかなみたいな、ノウハウもそうですよね。この稼ぎ方、あの稼ぎ方、この稼ぎ方みたいな、どれが稼げるんだろうって話じゃないですか。じゃなくて死ぬと、死ぬ、もう死ぬは確定してるんで、死ぬは 100% 確定してるんで、死ぬ前に何したいのっていう、でそうするともうシンプルザベスト、自分のこの絞れるっていう、うん、あこの話いいな、すいませんこの話いいな、ちょっと講義取ろうかないやでも本当そうだと思うんですね。うん、だからみんな選択が多すぎてそれに悩んでるんです。うん、はい。まあちょっとくっちゃべりましたけども、ぜひですね、今回のプレゼントを参考にしていただければなと思います。今回はありがとうございました。